私を抱きしめて、ただ二人だけで生きていたいの。ただ命の限り、あなたを愛したい。命の限りにあなたを愛す。越路吹雪が愛の讃歌を初めて舞台で歌ったのは昭和27年のことだった。以来彼女は生涯最大の持ち歌としてこの歌を歌い続けた。昭和のビッグスターたちの中で誰とも違う個性と存在感を輝かせた越路吹雪。あたし流の生き方を終生変えることがなかった唯一無二のエンターテイナーを誰もが愛した。もうああいう方は生まれないだろうなっていう、お客様から見たらやっぱりゴージャスな、もう輝いた宝石のような。みんなと気持ちを分かち合って、お互いを愛し合って、本当に心遣いの細やかな人で、努力はしてもちろんしてらっしゃると思うんだけど、それをこう見せないっていうか。今回発見された一冊の芝居台本と貴重な VTR、 計算してみたの。私たち2人の年齢を合わせたらいくつになるかしら。台本には越路が命を削ってまで込めた情熱が満ち溢れている。56歳の若さで生涯を終えた希代のエンターテイナー越路吹雪。彼女は私たちにどんな感動と夢を与えてくれたのか。そして伝説のリサイタルと呼ばれた日生劇場での雄姿、昭和40年から55年まで毎年春と秋の2回行われ、ファンを熱狂させたロングリサイタルである。それはもうプラチナチケットでしたね。非常に上質な手の込んだフランス料理を皆さんにこう出したっていうような。モア中には帝国ホテルが泊まって、泊まりがけで翌朝の窓口に並ぶなんていうようなね。伝説と呼ばれた日生劇場での越路吹雪リサイタル、それは今も色褪せることなく人々の心に刻まれている。サントアナミ寂しくて、古いこの酒場でたくさん飲んだから、古い思い出はぼやけてきたらしい。おいらも仲間に入れてよ神様。ほとんどテレビ番組に出演しないことで知られていた越路吹雪の最高傑作とも呼ばれるリサイタルを一挙大公開。15年間心血を注いだロングリサイタルに越路はどんな思いを込めたのか。そして歌手として、また一人の女としてどんな成長を見せていったのだろうか。それでは1970年代のあの華やかな世界へ、越路吹雪リサイタルの開幕である。おいらも仲間に入れてよくれよ。越路吹雪愛の讃歌スペシャル、波乱の人生と伝説のリサイタル。
越路吹雪は大正13年関東大震災の翌年に東京麹町に生まれた。本名河野美穂子。小さな頃からおしゃれ好き。既製服は絶対に着ず、母と一緒に商店に行って好みの生地を選び、自分だけの洋服を作ってもらっていた。小学校の頃は勉強が嫌いでやんちゃな女の子だったが、歌は大好き。しかし学校で教える小学唱歌などは全く歌わなかった。やがて電気技師だった父親が新潟へ転勤、越路も新潟に移り住む。彼女の芸名越路吹雪はこの当時の新潟での思い出にちなんで、後に父親が名付けたものである。13歳の越路は宝塚音楽歌劇学校に合格した。歌が大好きな娘を思い、父がぜひにと勧めたのだ。当時歌劇学校へ入る競争率はおよそ13倍。全国各地から学校の成績も優秀で、ほとんどが声楽やバレエを習っていた少女たちが集まってきた。その中で勉強嫌いのっぽなだけで無口な越路がなぜ合格できたのか、本人でさえも不思議だった。宝塚歌劇団27期生として新たな人生をスタートさせた越路吹雪。同期生には月岡夢二、音羽信子、一級下には淡島千景、
久慈麻美などそうそうたるメンバーがいた。背が高い越路は男役に選ばれた。宝塚では男役は一つのステータスだった。注目されることに戸惑いながらも越路は歌やダンスの練習を重ねていった。男役として人気が出るものの、自由奔放な越路にとって貧困法制を求められる宝塚の世界は居心地が悪かった。そのせいか自分の人気を喜びもせず全く無欲であった。越路の成績は見るも無残で落第ギリギリだったという。女優木の実奈々は越路からこんな話を聞いている。自分でも落ちこぼれだって言ってました。みんなと一緒に何かこうやるっていうのはこうあんまり好きじゃなくて、女ばかり私は嫌だって言ってましたからね。また越路吹雪から信頼が厚かった演出家砂田実は、いやかなりあるんじゃ壊れてたんじゃない、壊れてたって表現良くないんですけど、ちょっとね浮力気があるんですよね。感じが悪ガキって言われてたらしいんですよ。で宝塚っていうのはいろんなこう戒律があるように世の中に言われてますね。ところがタバコは吸うわね、まあ、いろんなねあのことがあって、ところがずっとだんだんとこう芸を重ねていくうちに、それをやっぱりこうなんか一種の魅力にしちゃった。早くも1年目で落第寸前だった越路だが、声楽の先生が教授会に成績は悪くても面白い子だからと嘆願してくれたおかげで落第を免れた。越路には確かに秘めた才能があった。他の生徒とは違う何かを持っていた。しかしどうすれば花開くのか誰も見つけてあげられず、本人も欲のないままに日々を過ごした。嫌いな学科は覚えようともしない越路だったが、ダンスと音楽は目を見張るほどうまかった。ダンスではその奔放な性格さながら舞台を縦横無尽に動き回り表現するのが得意だった。20代を迎えた越路はようやく宝塚の中でも安定した人気を得るようになっていった。当時のブギの流行に乗ってレコーディングしたブギウギパリも大ヒット。しかし同じ頃彼女はある悩みを抱えるようになる。それは清く正しく美しくという宝塚のモットーにどうしても自分がハマらないのではないかという悩みであった。この本にその当時の心境が赤裸々に書かれている。女性ばかりの特殊な場を出て東京の舞台で一人の女優一人の歌手として生きたい。こうして越路はついに宝塚を離れる決意をする。越路に思わぬチャンスが舞い込む。昭和26年2月帝国劇場で帝劇初のコミックオペラモルガンオユキに出演が決まったのだ。越路は宝塚に在籍のままこの舞台に出演。共演は古川ロッパ、森重久弥、有島一郎などそうそうたるメンバー。舞台は好評だった。越路には匂うような色気がにじみ出て、ビギンザビギンを歌うその声は戦後の乾いた人々の胸に華やかな夢を与えたのである。今もここ
渚で風に揺れるあのヤシの下でたとえ私の頬が当てても待とうその時を東京での人気上昇に伴い宝塚と東宝の円滑な話し合いが持たれ越路は昭和26年6月宝塚を退団晴れて東宝専属女優1号になった一つの時代に別れを告げ新しい見知らぬ世界への不安な旅立ちである後にそんな風に語ったのは作詞家の岩谷時子である彼女は宝塚歌劇団の出版部にいたが世間知らずの越路のお目付け役として東宝の文芸部に入ったのだった性格は正反対の二人だったがその後40年以上にわたり芸能界を共に歩み続けることになる越路のステージの舞台照明を務めた吉井澄夫は二人について次のように語っているもう宝塚時代からやっぱり本当にこう馬が合ってたんじゃないですかねあの二人っていうのはもう友人っていうあれを超えてましたねなんかファミリーでしたよ本当に東宝専属になると同時に越路は歌手として目覚ましい活躍を始めたこの頃日本ではシャンソンが流行越路にとってシャンソンは珍しいものではなかった宝塚こそが日本におけるシャンソン発祥の地だったからである越路の大ヒット曲愛の賛歌シャンソンの名曲を岩谷時子が訳詞し越路の代表曲となった歌だ原曲はエディット・ピアフのイムヌ・ア・ラムールフランスでも大ヒットしたこの曲は飛行機事故で失った恋人を思って歌った曲である岩谷はこの曲を訳詞する際単なる翻訳でなく越路のために全く新しい歌に生まれ変わらせた原曲よりも前向きな愛を賛美した歌へと変身させたのである岩谷さんっていうのは翻訳じゃないですから作詞ですから、ね、で原曲にヒントを得て岩谷さんの世界小路さんの世界をねきちんと作られたやっぱり素晴らしい才能ですよね越路吹雪を追い続けたカメラマン松本範彦も岩谷の歌詞に魅せられた一人だ岩谷時子さんの歌詞がいいんですよねですからどの曲も本当に引き込まれる歌詞そのものに引き込まれるそれを歌っていうもので演技を伴って歌われていることによってそれが盛り上がってくるというかねそういうのはあったと思います あなたの燃える手で私を抱きしめて
ただ二人だけで生きていたいの、ただ命の限り、あたしは愛したい。命の限りにあなたを愛するの。エディット・ピラフに憧れ続けた子獅子は、愛の讃歌が大ヒットした翌年の昭和28年、本格的にシャンソンを勉強するためパリに渡る決意をする。エディット・ピアフに憧れ続けた子獅子は、愛の讃歌が大ヒットした翌年の昭和28年、本格的にシャンソンを勉強するためパリに渡る決意をする。そのパリでの日々を綴った彼女の日記が一冊の本にまとめられていた。井の中の蛙と題されたこの本は、しかしごく一部の関係者が手にしただけで出版されることはなかった。本は印刷されたが発売されることはなく、幻の本になってしまったのである。その本の中で子獅子は単身パリへと渡る心境を次のように綴っている。私はたった一人でパリに行くんだよ。みんなこんな頼りないのが一人で飛行機に乗って大丈夫かい？止めるなら今のうちだよ。寄せアミカルへ行く。みんなうまいし、みんな仕事を愛している、楽しんでいる。シャンソン歌手の男の人はジェスチュアが大きすぎて私ですらしんどかった。でも本当に生活からにじみ出るシャンソンはああなのかな。ダメ、パリの良さが分かんないや。道行く人を眺めてもパリのような気がしない。カンヌの映画祭へ出席することになり、汽車でカンヌに向かう。たくさんの男優女優が来ている。日本の着物はやはり外国人が見ると美しいらしい。私はまだまだ小さな島国のアクトレスだ。勉強してなんとか彼女らを見返したい。石井よし子さんと二人でオペラ劇場へバレエを見に行く。立派な舞台だ。私も踊り歌いたくなる。夜、よし子さんと不思議なバーでシャンソンを聞いたがピンとこない。歌を喜びとする私がシャンソンを聞いてもピンとこないとは。まだ有名なシャンソン歌手の歌を聴かない。明日はピアフだ。夜ピアフを見る。オーケストラの良さ、彼女の歌う時のジェスチュア、アレンジの素晴らしさに私は悲しむ。私もパリで生活し、キャバレーで歌っていたら何かをつかむことができるだろうか。まだ何もつかむことができず、ただ疲れている自分を感じる。ピアフを二度聞く。悲しい、寂しい。私には何もない、何もない。私は負けた。泣く、初めてのパリで。そしてエディット・ピアフは子獅子にとって生涯にわたり大きな目標になった。
パリから帰国した越路は、その年の暮れ、東京銀座のヤマハホールで初めてのリサイタルを開いた。これは彼女にとって大きな勝負だった。果たして彼女一人だけで客を呼ぶことができるのだろうか。関係者が心配する中、幕が上がると、外のロビーまで客が溢れる超満員の盛況だった。越路は勝負に勝った。このリサイタルは定番となり、越路は日本のシャンソンブームの中で新しいファンを獲得していったのである。早稲田大学演劇博物館、その一角に越路吹雪が愛用した貴重な品々が保管展示されている。これは彼女が実際にリサイタルで着用した衣装である。日本ではまだオートクチュールの何たるかさえ知られていない時代に、越路はエレガントにドレスを着こなし、パリの香りをステージにあふれさせた。観客たちは彼女が歌うシャンソンに魅了され、まだ見たことのないパリの街並みに思いを馳せたのだ。大舞台できらめき続けた越路吹雪、その魅力はどんなところにあったのか。越路との二人芝居結婚物語で共演した平幹次郎も彼女に魅せられた一人である。すごく印象に残ってるのはですね、新婚の夜二人がベッドにこう、よっかかって、これからの愛と不安とを歌うナンバーがあるんですよ。その時ワルツなんですけど、僕から歌い出さなきゃいけないんですね。どこから出たらいいのか分からなくて苦労してて、特にそのワルツが難しくって、で見るに見かねるというか、聞くに聞きかねてか、越路さんがこう抱いてる後ろの指でですね、ご自分の僕の背中に三角を描いて、前の前奏を全部こう指で描いといて、そのあの時カーッと背中を押してもらって、それで引っ掛けで歌えたっていうすごい記憶が今でも思い出せますけどね。そして日本映画の黄金期を支えた東宝映画の初代社長藤本真澄は越路についてこう記している。こうちゃんという人は言うに言われぬ人間的魅力を持って人を引きつけ、ファンにする独特の人懐っこさを持っている。多くの人がこうちゃんのファンになり、精神的後援者になる。これは越路吹雪の強みであり、他の人の持っていない財産でもある。どうしても支援したくなる不思議なオーラを越路は持っていたのだ。越路に魅了された人物は小林秀夫、今秀美のほか、作家の三島由紀夫、演出家の菊田和夫、浅利慶太など、枚挙にいとまがない。皆が皆越路吹雪というキャラクターを愛し、エールを送ったのだ。たくさんの人を愛し愛され、数多くの恋をして、私は幸せだった。これは越路が生前よく語っていた言葉である。多くの浮き名を流した越路だったが、その中から選んだのは作曲編曲家の内藤恒美。越路が好きなラテンの楽団、東京キューバンボーイズのピアニストだった。昭和34年二人は結婚。この結婚を機に恋多き女だった越路は大きく変わる。他の男性に見向きもせず、周囲が驚くほど夫を立て、家事と仕事の両立に励んだ。その一方、内藤は昭和45年にトワエモアが歌った大ヒット曲「誰もいない海」を作曲。越路は夫が作曲したこの曲をこよなく愛し、長く自分のレパートリー曲にしていった。越路は昭和47年の日本レコード大賞で
特別賞を受賞した時にテレビに出演。では特別賞でございます。歌番組にもなかなか出演することがなかった小獅が、誰もいない海を歌う大変に貴重なシーンである。今はもう秋、誰もいない海、知らん顔して人が行き過ぎても、辛くても辛くても死にはしないと。今はもう秋、誰もいない海、愛しい面影、1960年代の高度成長時代、日本にブロードウェイミュージカルを根付かせようという動きが始まった。その第1号は63年のマイ・フェア・レディである。2年後、小獅子は王様と私に出演、大成功を収めた。その後も数々のミュージカルで主役を務めていく。しかしこの頃から小獅子はマネージャーの岩谷時子にこんな悩みを語っていた。私は宝塚で歌ったり踊ったりしてきたけれど、滑舌法を習っていないから、文学座の杉村春子さんや劇団四季の俳優さんたちのようにセリフが上手じゃない。お芝居を勉強しなければ私は大きくなれない。そして小獅子が訪ねたのは、当時フランス現代劇を引っ提げて演劇界に登場、劇団四季の若き演出家として注目されていた浅利慶太だった。そして小獅子のリサイタルは大きく変わった。まあ、これは浅利演出の、素晴らしいところなんですが、曲に対する解析というか説明というか、でそれをきちんと浅利はこうちゃんに説明して、こういう気持ちでこれは歌うんだっていうようなことを言ってるわけですよ。だけど彼女がやるとですね、それ演出家にそんなことを言われたなんてことはまるで感じられないんですよ。彼女全く自分でやってるように見える。だから演出家の痕跡がないんです、彼女の舞台っていうのは。浅利さんと新しい歌を歌う時にレッスンしてらっしゃるのに立ち会ったっていうか、見せてもらったことあるんです。人生は過ぎゆくっていうシャンソンで、語りっぽい歌ですよね。それを浅利さんは演劇的な立場からそのないリフレーンばっかりある、歌なんで、そのリフレーンのフレーズがどれだけ変化していって、こう歌が広がっていくかっていう傾向をしつこくやってらして、好き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 、綺麗な夜ね、あなた
遅かったわね。んでもいいの、好き好き、嬉しいわ、そばにいてくれて。コシジは何度ステージを重ねてもそれに満足することはなかった。いつも高みを目指し、観客の反応を怯えた子供のように伺っている。最後のカーテンコールの時にだけ見せるコシジの姿を見事なシャッターチャンスで捉えた人物がいる。コシジを14年間撮り続けてきたカメラマン、松本紀彦。これは日生劇場のドンチョウの隙間から撮ってるんです。カーテンコールがございます。でカーテンコールがあって、まあ1回で終わらないから2度目にふっと顔を出す、このスッと開けて出たところを撮ったんです。わずか10センチぐらいの隙間からこう望遠で狙ったのがこれ。もう全身で受け止めてるっていう印象がよく出てると思うんですね。割れんばかりの拍手を受けて、コシジは夢の中にいた。歌とダンスが好きだった落ちこぼれが圧倒的な存在感を放つ。日生劇場のステージに立っていたのは、まさに日本シャンソン界の頂点にまで上り詰めたコシジフブキであった。昭和55年6月、西部劇場に出演中、激しい胃の痛みを訴えたコシジは、公演終了後に緊急入院した。シャンテューズレアリスト。
という言葉がある。愛や悲しみなど心のリアリティを歌う歌詞を意味する。コシジはまさにその感性を持ち、それを舞台に生かした。その心情を表現するため、コシジは公演が決まると稽古に没頭する。昭和55年6月、古風なコメディ。戦前戦後、長く演劇界をリードしてきた宇野重吉の演出によるこの舞台は、コシジと米倉正金による二人芝居で、公演前から大きな注目を集めていた。その当時の貴重な映像が今回発掘された。あなたのダンスまで私を巻き込む気？当たり前だ。おまわりさんがやってくるか。いやもう手遅れだ。今からパパメロさんでそういく。さあ そしてこの公演に臨んだ小獅の台本。彼女が自分なりの演技プランを事細かに書き込んでいる。セリフの一つ一つにどう表現したらいいのか、どんな演技が観客の心をつかむのか、ぎっしりと書いてある。小獅はこの芝居に精魂を込めた。そのため毎年受けていた検診を受ける余裕を失ってしまった。胃がんという病魔はそのちょっとした隙に襲いかかったのである。コシジフブキはどんな栄光の座にあろうとそこで満足はしない。必ず次なる高みを目指した。新たな場所で開花するために必死の思いで芝居と格闘していた様子がこの台本から感じられる。体当たりでぶつかっていった芝居の世界、命を削ることになってもそれは成功させなければならない舞台であり、コシジは見事にやってのけた。だが弊社を一番大切にしていたものは何だったろうと考えていますが、それはやはり56年の人生に幕を下ろしたコシジフブキ。宝塚では落ちこぼれと呼ばれた。あたし流を貫き多くの人に支えられた。その歌はコシジシャンソンと言われ人々に愛された。カーテンコールに応えることはもうない。しかしあの素晴らしい歌声と華麗な姿は永遠に老いることなく人々の心に刻まれている。